ライビダーワイヤレスは、かつて、ライブドアが2005年12月に開始した、公衆無線ランサービスの名称。プロトコルとしては、i e e 8 0 2 1 1 b ット G を使用する。電柱に取り付けられた、アクセスポイント2005年6月に、D-Cubic という名称で事業を発表。既存の公衆無線インターネットが、ホットスポットという言葉で表されるように、 飲食店や駅などを中心とする店の展開であったのに対して、電柱などにアクセスポイントを設置することにより、当面都心部限定ながらも広範囲をカバーする面の展開を行うと発表し、月額525円という定料金もあって話題となった。また、2005年12月にはトリプレットゲートとも提携し、ワイヤレスゲート加入者も利用可能である。 アクセスポイントの設置工事と並行して7月から新宿やもともとライブドアがあった六本木を皮切りに無料試験サービスを開始。当初の予定では9月末までに JR 山手線の内側に2200個のアクセスポイントを設置し10月から優勝サービスを開始するとしていたが郵政解散に伴う衆議院議員総選挙が9月に行われ。 選挙運動期間中は屋外での作業に制約があったことから工事が予定より遅れたと発表。有償サービス開始は2度延期され12月開始となり、またその時点でのアクセスポイント数は1182個と見られている。その後も徐々にアクセスポイントが追加され、2006年7月3日をもって予定の2200個の設置を完了したとしているが、 それまでに公表された値を累積すると1949個となり、数字に隔たりがある。2006年1月の堀江高文社長ら幹部の逮捕により、同社の動向が注目されたが、本サービスは運営を続けていくことが発表されている。しかし、当初の計画では、上記の2200個のアクセスポイントを設置した後、第二次計画として、 予算との提携により4000個のアクセスポイントを設置するとしていたものの、蒸気事件とそれに伴う株式上場廃止などの影響により事業の見直しを余儀なくされ予算との提携を解消し、当面は第一次計画の2200個の設置に注力することとなった。そのため、サービスエリアは2006年8月現在、東京都内でも JR 山手線の内側及び、 沿線付近、また来差しするノアールとその系列の店舗のみとなっている。なおライビダーワイヤレスでは面展開を歌っているものの以下のような理由により面展開にはほど遠いとの批判もある。さらにセキュリティ面でも批判がある2008年2月2日には本との提携を発表。本利用者に対して無料でライビダーワイヤレスが利用できるようになった。 2011年7月1日からはソフトバンク Wi-Fi スポットの利用者が利用できるようにアクセスポイントが設定された。2011年10月 Y2300 へのローミングエリア提供終了。それとともにライビダーワイヤレースエリアでは Y2300 の自営のエリアとして開始。12月1日にライブドアの公衆無線 LAN 事業が KDDI に譲渡された。ライブダーワイヤレスは ネットワークインフラを KDDI が提供し、アクセスポイントなどの設備をライブドアが設置する形でサービスが進められていたが、この上途で KDDI がアクセスポイントも合わせて一括管理する形となる。ライブドアは KDDI の代理店的な形でライビダーワイヤレスのサービス自体を継続し、KDDI とグループ会社のワイヤーワイヤレスは、 aui-fi w、Fi、スポットや y2300 でのライビダー、ワイヤレスへのローミングサービスから自社アクセスポイントへと切り替えている。2012年6月30日、ソフトバンク w i-fi へのエリア提供終了。2013年1月25日には新規会員募集が停止。4月30日にサービス提供終了。 高木博光自宅の日記2007年11月3日 http コロンスラッシュスラッシュ dhjournal.jp スラッシュ 2006a utumn スラッシュ c on t e n t 0 4 h t m l 8 k d <DI> <K d i <DI> ライブドアの公衆無線 LAN 事業を無償で譲り受け 携帯ウォッチ、http://k-tai.impress.co.jp/.docs/.news/.2011007482404html、ハット、重要、ライビダーワイヤレスのサービス終了のお知らせ。オリジナルの2013年4月7日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s a r c h i v e i s w a 3 w t n ありがとうございます。